はい、こんにちは、ギバチャンネル、ケンジです。ブンブンハロー YouTube、 どうも、ゆうとです。そんなネタ持ってんの？漫才、また漫才みたいな始まり方だけど。今回もね、ミニランプのね、ハウトゥーをお願いしようと思ってます。何やっちゃいます？バッサイバッテグラインドで。あー、九州やってる子少ないんで、ありがたいと思います。はい、じゃあ、はい、バックテールに引き続き今回もね、人気動画になっちゃうんじゃないかなと思いますんで、100万再生は間違いないと思います。そしたら言うと、回らない寿司を奢ってあげるね。お願いします。楽しみにしてます。頑張ろう。頑張りましょう。じゃあ早速、K グラインド見せてもらおうかな。はい、 OK ですか。じゃあ俺は撮影します。はい、お願いします。じゃあ、ありがとうございました。わーい、早い早い。はい、お願いします。じゃあですね、見本を見せてもらって、バックサイド K グラインドをランプしてる時は、はい、スタンスってどんな感じですか？こちらです。こちらです。あ、じゃあ後ろ足って意外とオーリーとかよりももうちょっと乗せてる感じなんだ。そうですね、オーリーで。オーリー、普通のオーリーってちなみにどんな感じ？普通のオーリーはこのくらいかな。あ、じゃあ後ろ足はオーリーって一緒ぐらい。そうですね。で、K グラインドになるとこのくらいかな。結構じゃあ前気味でする距離もう短くしちゃう感じで。そうですね。じゃあスタンスはこれでバッチリです。はい、じゃあ次はこのトリックやる前にやっといた方がいいの？やっといた方がいいトリック、まずはこちらです。このトリックを練習してください。やっぱりオーリーありだね。ありです。で、まあそれができるようになったら、まあできればついでで、まあ、止まった K もできたらいいなみたいな。で、ステップ3で流すって感じです。ボックスでやったりするのも大事？大事ですね。もうコーピングがレールだと思ってやっていただければいいと思います。わかりました。はい、じゃあこのトリックもスピードどれぐらい入ってます？インターフェイキースピードか、ストールスピードか、グラインドスピードか。そうですね、グラインドスピードでやった方がいいと思います。うん、この止まってやるときはもうどれぐらいで？止まってやるときはインターフェイキーくらいで大丈夫だと思います。まあ、しっかりグラインドスピードで入って。そうですね、角度とかも同じ、グラインドと同じような丸く入ってちゃんと、うん、そうですね、結構丸く入った方がいいと思います。で、丸く入ってかける。はい、でかけた時にちなみにどれぐらいの位置になってますか？あ、もう自分は結構もうこっからこっちに落ちたら死ぬって思っていつもやってるんで。こっちスパインやん。もうスパインですね。もうこっからこっちは崖だと思ってかけてるんで、だからもうまさにコーピングの真上っすね、体は。アールの中にあんまり入れ
かかんないし、乗りすぎてもまたかかんないんで、ほんともうここで軽あここでうまく乗っかってるって感じですね。まあ上に頭があるみたいな。で、あとはもうそのままターンして、はい、体返してあげて、うん、肩をやっぱり肩だ肩っすね、最後こうやっぱこう入れてあげてって感じです。ありがとうございます。はい、今回の K グラインドのハウトゥー、もう言うことないんですか？あ、実はまだあります。おー、いいね、こういうの待ってました。よくオーリーなんか早く書けようとしちゃって、オーリーしないでもうなんかすぐ書けようみたいな子がいるんですよ。それダメで、やっぱしっかりオーリーしてから乗っかる。でもそのまあオーリーするっちゃするんですけど、ほんと一瞬クイックでこの動きっす。しっかり弾いてすり上げる動作があってからの押さえる。そうです。でそれとかけるときに、俺はいつもこう回してないんですよね、あんまり、うん、回すって意識よりかはとにかくこう斜めに入ってまっすぐ飛んでかける、かけに行くみたいな。だからカーブでかける動きとなんか似てるかな、うん、結構こう回してかけるんじゃなくて、斜めに入ってきてもまっすぐ入ってこのままかけるみたいな感じでかけてます。ありがとうございます。じゃあ真ん中アングルで最後いきます。真ん中アングルでギバさんがお願いします。はい、じゃあ最初ストールでまた、はい、ああ、ありがとうございます。さすが、さすがですね。はい、ゆうご、お疲れ様でした。ありがとうございました。こちらこそです。今日ミスってないんじゃない？ワンミスだけか、はい、そうですね、ワンミスだけしちゃいました。これやっぱり練習の賜物。そうですね、まあ練習不足です。ワンミスでそうか、皆さんプロになるってことはね、そういうことです。はい、1日で1回メイクできて俺できるって言うんじゃなくて、1回ミスったことを落ち込むぐらいにならないとですね。さすがですね。さすがランプのキングは。あ、王子様です。あ、王子様、はい、王子様です。20歳になっても王子様でいっちゃう。20歳になっても王子様ですね。あ、まだいっちゃうな、はい、もうすぐ誕生日だけど、はい、じゃあこれからもね、王子様の方よろしくお願いします。王子様よろしくお願いしますじゃあしっかりフォローして、俺のこともフォローして、一応インスタ最近やってるんでフォローお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。3000人やっと行きました。ありがとうございます。次は3万人ですね。100万人で、あ、そしたら、はい、目標は高く、そしたらユートを雇ってチームでやっていくんで、はい、応援の方お願いします。頑張ろう。頑張りましょう。じゃあまた次の動画で。お疲れ様でした。ありがとう。